皆さんこんにちは、ペストでございます。スーパーマージャン大会続きやっていきたいと思います。72回目ですね。わー、40の差し馬久々に来ましたね。はい、出小屋ね、ちょっとドラ絡みじゃないのはね、なんとも。ただ三色目はちょっと見切っていきましょうか。さあ、ドラ系ずっと欲しいですね。これは手にならないね。スッチャソは竹町やったね。トイメントね、神茶は。うわ、予測つかねえなこれ。それしかも満足切れんし、うわ、むずっ。カンパーピンね。あ、めちゃくちゃドラ乗ってるし、これハネマン。あ、漫画かドラ4か。相変わらず太鼓先生ね、派手ですよね。まあ、カンソスモールね。カンパーワンでね、引っ張ってきてくれれば。これは通るね。彼もマンズの高め。うわー、リャンは危険やな。ツーは2枚。あ、3枚か。ワンチャンス。喧嘩スッピン、イスピンあるんよね。うん、あー、スチャストか、そのまんまか。はい、
あーしまった、中間切っちゃったね、間違えたね、完全に。残像がちょっと薄くなってるから、もういっそりゃそう払っていきましょう。ああ、行っちゃった。関数は、チュンのみ。ペンチは待ってたんですね。はい、何入でございます。なんじゃこりゃちゃんだけ仕掛けるというよりはね、本一ちゃんと本一の方が点は高そうやね。
あ、缶？あー、割りたいなー。はいよー、そば店。意外とそば店出してくるからね。麺単品いて、ドラこそないけど、裏ドラ期待ですね。まあ、ダサいよなあ。あ、負けるか。あ、出た。裏期待。1枚。1枚だけ乗りましたね。ですね。あ、ごめんなさい、ちっちでしたね。で、あ、残念ながらトップは取れなかったね。やっぱ秀吉さん強いね。最終戦いきましょう。あー、太鼓殿下。いや、ここはね、もうちょっと3万期待せずに、分かってても染めてるのやっちゃいましょうか。ポンです、これ。ここはあえてポンは1枚ね。いや、でもね、流れ考えたらちょっとこっち、うん、感じたれないかい。3分は通るよね。スチャピンがやばいのか。こりゃ
ああ、詰まった。はい、アップねー。カンパスをね、止めちゃいました。ここはね、なん泣けるんで、もうさっさと離脱していきましょう。ああ、トニーも見きたねー。仕掛けでいきましょうか。あー、早いな。バンズ切れないな、そのリーチでは。うわー、カンはやめとこう。ちょっと後で考えよう。あー、基本通したね。はい、スーチアピン待ちか。ドラが残念ながらね、乗ってない。1枚だけね、表の方だけね。はい、D ドラ1。ちょっとね、負けが込んできてたんでね、久々にちょっと、ごめんなさいね、本気になっちゃってますけどね。あー、ドラかぶった。まあ、ナンセンスですね。はい、急ぎで待ちましょう。もう玉です。はい、高めですね。単品ドラドラ、これがゴン2ですね。ごめんなさい。おう、父になるんだ。あ、そうかそうか、そういうことか。もう不景さも狂ってきてポンコツ具合ですね。ピンク狙うんだったらこっちなんですよね。あと、ロスト関係いるかな、いいところ。ここはね、ちょっと面白そうなんで、しかも点数的にちょっと余裕があるんで、こっちがいきます。ダメやな。あ、カンパピン、カンパーワン、ペンチャストね。あ、ニャンスの方引っ張ってきたか。まあ、見た目、国士狙ってるようなね、感じなんですけどね。パピンが1枚。カンパーワンは、まあ、ここでいいピン切って、惑わせるっていう。ね、タイヤをドラドラ、ザンクですね。はい、トンラスですね。ちょっと3色合うカブルだね。
ペース上げたいところですね。正直言うとね、ちょっと迷いが出ましたね、今のは。ペン3品か。つもいいペドラドラね。116かな。あ、117ですよね。ごめんなさい。あー、近づくなか。難しい点になりそう。この中がピンクやね。あー、ごめんなさい。6、7、8よりはね。これ切り抜くな。しかもドラヒだったし、なんか引っ掛けてね、ドラ待ってるような感じしますね。ウッソはどうした。おお、積もった。あ、ウッソじゃない、パッソね。はい、リーズもピンフイーペイで52ですね。これが本当の5200ですね。あー、ドラさん、ん？あー、そうか、ごめんなさい、トンがドラやったね見間違えてた。もうダメだ今日。6スマッチは6スマッチだったんですね。はい、これで4万点オーバー。そりゃー不調になるよドラ拾いたいね。こうなってくるとこれ恨めってるけどね。あるんですよ本当はね。まあしかしね、ちょっと医者店で我慢しときたいっていう。
さんで、ただね、もうここに来るともう3品切れないんですよね。あーい、引いたなー。まあ、いいか。はい、中腕玉でいきましょう。中腕2枚、ローワン3枚か。うわー、ドロ引いた。変わってきましたね。一応張ったから、まあドラなんでね、ドラ待ち筋なのでダマ頭ですね。スチーマン引いたら、うわー怖えなー。追っかけよう。これ張り負ける、典型的なパターンなんですけどね。あー積もられた。そう、マンズがねちょっと切りにくかったのはありますね。はい、オーラスですね。シューマイ40で86か。あー復調してきましたね。ちょっとごめんなさいね、今回は楽しむというよりは勝ちにこだわる麻雀やってしまいましたね。はい、という感じで結果こうなりました。プラ190ですね。見てみましょう。はい、380のプラでね、660という形になり、戻してきました。はい、それではですね、スーパーマージャン大会今回はここでお開きでございます。ご視聴ありがとうございました。では皆さん、さよなら。